じっくんチャンネルへようこそ。今日は、前に紹介したファーウェイの Mate S にですね、ようやく格安 SIM を入れましたので、ちょっとスピードテストと比較をしながらやってみたいと思います。同じく動画で紹介した、ファーウェイの M2 8.0 タブレットの方にも、また別の会社の SIM を入れましたので、あとそれと au の SIM を合わせて比較ということでご紹介したいと思います。Mate S の方に入れた SIM なんですけど、マイネオの D プランを選びました。マイネオさんは今キャンペーンをやっていて、最初の3ヶ月間800円引きということで、それに加えて1年間は、プラス 2GB、 つまり3ギガのコースを申し込んだら、5GB を1年間もらえるということで、大変お得なキャンペーン中ですので、こちらの方を選びました。自分が契約したプランは D プランの音声通話用のデュアルタイプ、これは au からの MNP になります。で、 3GB のコースを選んで毎月1600円のプランですので、こちらの方が最初の3ヶ月間は基本料から800円引きということで、月額800円で使えるということになります。で、さらに1年間はプラス2ギガ増量ということなので、本来5ギガバイトの基本料金だと毎月2280円なんですけども、それを3ギガの基本料金である1600円で使えるということになりますので、月々、2280円から1600円引いて680円相当が割引ということになります。ということは、このキャンペーンの申し込みをすることで、合計で受けられる割引額としてはマイナス800円が3ヶ月でマイナス2400円、でプラス、3ギガから5ギガへ増量分でマイナス680円 ×12 ヶ月で8160円割引かれますので、合計で1万560円のお得となるということで、かなりお買い得だと言えます。でも最初はこちらのマイネオさんの回線をスマホ用とタブレット用で2回線申し込めばいいかなと思ったんですけども、実はこのキャンペーンは音声通話付きのデュアルプランタイプのみに適用だったんですよね。なのでこちらのタブレットの方は音声通話はいらないので、シングルタイププランで十分なわけです。ですので、ちょっとマイネオさんのキャンペーンは使えないので、もう1回線をどうしようかなと思ってたら来たんですよ、新規参入の MVNO さんが。それがフィーオさんです。このフィーオさんも先行予約キャンペーンというのを行ってまして、その前にフィーオさんという会社は四国電力グループの ST ネットという会社が新規参入した MVNO ということでやってるようです。それで回線としてはマイネオの回線を MVNE として借り受けているみたいです。なのでプラン構成としてもドコモ系 D プランと au 系 A プランがあったりとかで、マイネオさんに近いものになってます。で、そのフィーオの先行予約キャンペーンの内容がですね、最初の8ヶ月間が900円割引、特典としてさらにウルトラマントートバッグ付きというちょっと変わったキャンペーンになってます。ですが、こちらの申し込み期間は1月の23日から2月14日の申し込み分までということで、残念ながらもうすでにキャンペーンは終わっちゃってるんですけど、今から申し込む方のためのキャンペーンもちゃんと用意されてまして、それが、ウルトラスタートダッシュキャンペーンというキャンペーンになります。こちらの方は最初の6ヶ月間が900円割引で、特典としてウルトラマントートバッグがこちらの方もつくということで、申し込み期間が2月15日から4月30日の申し込みまで受付ということですので、検討している方はお急ぎください。それにしてもウルトラマントートバッグってよっぽどたくさん作ったんでしょうかね。というわけで、MVNO としてはもう同門対決ということになる、2社のスピードテストを行っていきたいと思います。はい、まずはエントリーナンバー1ということで、マイネオ D プランの SIM をファーウェイの Mate S にさせた状態でスピードテストをしてみたいと思います。じゃあ行きます。ポチッ。あれ、あんまり出ないかな、スピード。ということで、
下り 2.58 の上り 9.72 という結果になりました。ちょっと思ったよりもスピードが出ないのでもう一回測りたいと思います。2回目の測定結果も 2.69Mbps 下りで上りが 9.38 ということで、やっぱりちょっとあんまりスピード出ないですね。マイネオさん結構混んできちゃうんですかね。はい、ということでした。はい、ということで次は、ファーウェイの M2 タブレットにフィーモさんの指紋を挿した状態での測定をしてみたいと思います。で、行ってみます。こっち、下り 8.96Mbps、 上りが 18.31Mbps となりました。やっぱこちらも思ったほどは速度は出てないかなって印象なんですけど、まあこれぐらいのスピードが出てたら十分だと思うんですけど、フィーオさんのサービスが始まったばっかりでまだ空いてるっていうことを考えるともう少し出てもいいのかなと思いますね。じゃあちょっともう一回念のために測ってみます。2回目の結果なんですけど、全然違う結果が出ました。下りが 37.15Mbps、 上りが 17.10Mbps ということで、すごく速いスピードになってしまいました。ということは安定感が今一つなんですかね。ちょっとこちらの方はもう1回だけ3回目の測定をします。結果全部違う結果が出ましたね。3回目は 10.78 と上りが 18.09 ということで、まあ速度的には十分かと思うんですけども、やっぱり回転速度って安定感っていうのも大事だと思うんで、これだけばらつくとなるとちょっと、平日の昼間の様子が気にはなるところですね。その辺は今後も平日に速度テストをやったりして追っかけていきたいと思います。はい、そして最後は参考として au の 4G LTE のスピードテストをしてみたいと思います。こちらはバタフライ2に挿しております。ということで au さんさすがですね。下り 69.01Mbps で爆速が出てます。そして上りは 6.38Mbps。 やはりこの辺は MVNO と MNO との格の違いがはっきりと出てますね。もう一回測ります。下り71出ました。すごいですね。まあこれはもうね、料金の差もありますし、まあ、仕方がないと思いますけど、いや au 早いですね。
はい、ということで今日は格安 SIM2 社と au の、スピードテストの比較をしてみました。いかがだったでしょうか。参考になれば幸いです。それではまた。